瀬戸川は、兵庫県神戸市西区と明石市を流れる、独立水系の河川である。河川管理上の水源は、神戸市西区、岩岡町、岩岡の岩岡町公園にかつてあった、湧水とされるが現存せず、現在では、公園整備に伴い天群池を経て、山田川疎水の岩岡支線が給水しており、人工河川としては、和山疎水、東湾用水水系に組み込まれてもいる。 下流には、赤市藩の松平忠金が1800年に流れを、石とめ造成させた、関西池がある。また、関西池下方の神戸市と赤市の境界でも多い系統の流路が分岐するが、こちらも、陰涼池を経て、山田川疎水、岩岡支線が流入している。神戸市西区上新地には、岩岡ポンプ場が設けられ用水が、第二新名道路の南に広がる岩岡町。 国境の田を潤しており、赤市二見町西二見の右岸河川地域には、瀬戸川緑地が整備され、木瀬川から取水された、用水路流末となる、河野池、小池、湯野池、新池が集まる東二見池の上公園と、隣接している。赤石、市、魚住町で瀬戸川に合流する、瀬戸川水系唯一の支流である。上流域は古くは枯れ川とも呼ばれた。 神戸市西区岸岡町の中にある野中の清水が水源と伝承されるが河川管理場は交流点から約5キロ遡上した木圧が水源となっている。ただし木屋池には小鳥区江池、大鳥場見池から新出上水場を遡上して山田川疎水、岩岡支線が流入している。庄内用水完成地と同時に整備された用水路で 清水川との交流点より少し手前の赤しし、魚住町清水に取水口があり、庄内掘り割りとも呼ばれる。流域には、山田下池、平池が設けられ、流末は、魚住町、中尾の尻池、新池、皿池となり、新池には、中尾浸水公園が整備されている。また、JR 山陽本線の魚住駅南口付近で、暗渠化され、か谷池を経て、 山陽新幹線が架橋する、派生池に至る、分岐流もある。派生池は、山田川疎水、岩岡市線末の大池、上池、皿池、新地と交流し、山陽電鉄本線下を安居で、もぐりや金川へ至るものと、直接大住漁港へ向かう2系統の排水路がある。ありがとうございます。